ティモシー・ジョン・グローサーは、ニュージーランドの元政治家、外交官、スコットランドのパース生まれ、8歳の時に両親とニュージーランドへ移住、ビクトリア大学ウェリントンを卒業。国庫庁へ入庁し、調査官、在キャンベラニュージーランド高等弁務官事務所一等書記官、ニュージーランド・オーストラリア、経済緊密化協定貿易交渉官、ニュージーランド政府外交顧問、 貿易産業省多国間貿易部長、ガット大使圏農業部門主席交渉官、国際楽農品協会理事長、ウルグアイラウンド主席交渉官、中インドネシア大使、外交通商省主席経済顧問、ニュージーランドアジア基金理事長、WTO 大使圏規律策定グループ長兼、農業交渉グループ長を経て、2005年の総選挙に国民党より出馬し、 比例名簿13位で初当選し国民党貿易報道官を務める。2008年の総選挙では比例名簿12位で再選を果たし、11月に貿易大臣に就任。2008年11月から2010年1月まで自然環境保護担当大臣を兼務。2010年1月からは気候変動問題国際交渉担当大臣を兼務。 私生活では三度の結婚歴があり、中インドネシア大使時代にインドネシア人女性と再婚。再婚相手との間に娘が一人いるが、その後離婚している。三度の結婚で三人の子を持つ。インドネシア時代にイスラム教へ改修し、イスラム教の信仰を持つ、初の大臣となった。2012年8月、ニュージーランド政府は、 第9代世界貿易機関事務局長選挙へ向け、グローサーを後継候補に指名し、最終候補に残るも、ブラジル政府、WTO 大使を務めたロベルト・アゼベドに敗れた。2015年12月に、政界から引退。2016年1月に、中米大使に着任。ありがとうございます。